東根の大ケヤキ東根の大ケヤキ東根の大ケヤキは山形県東根市本丸南一丁目の東根市立東根小学校校庭に生育するケヤキの巨木である。樹齢は1000年以上とも1500年以上とも推定され、1957年に国の特別天然記念物に指定された。ケヤキとしては日本一の巨樹と言われ、群馬県の原町のケヤキ、 山梨県の山系の桶焼きと並んで日本三大系焼きと称されている。1980年には日本け焼き見立て番付で東の横綱に選ばれた。東根小学校の校庭の西北部にこの桶焼きはただ一本そびえている。かつてこの地は南北朝時代の1347年に小田島長吉という武将が築いた小田島城の本丸跡であり、 掘割りの名残も見受けられる。樹齢は千年以上とも1500年以上とも言われ、小田島城追記の際には、すでにかなりの大木であったと推定される。江戸時代末期の絵図を見ると、東根の大欅と口述する、お月の他に、旧本丸や二の丸周辺に22本の毛が、植栽されていたことが確認できる。1874年11月13日、小田島城の本丸跡に、 東根小学校の前身、東根学校が開設された。その頃には、大ケヤはもう一本あってそれぞれ、目付、お月と呼ばれていた。しかし、1885年に、お月が枯れてしまい、目付にあたる、この大ケヤが残された。1926年10月20日に、国の天然記念物に指定され、1957年9月20日には、 国の特別天然記念物となった。1957年の特別天然記念物、指定時には樹高が35メートルあった。近年の測定では、樹高は28メートル、根回りは24メートル、目通り周囲は16メートル、直径5メートルとされた。幹は地上5.5メートルのところでに股に分かれて生育している。かつて北向きに大きな横絵が伸びていたが、 1902年の暴風によって切損したため、この方向への枝張りは小さい。根元の幹部分は南北方向に空洞となっていて、広さは畳2枚分ほどあり、焚き火の跡が残っている。この空洞をくぐり抜けると、小宝に恵まれるとの言い伝えがある。東根の大欅は2012年8月の時点において、欅として唯一の特別天然記念物であり、 日本一の巨樹と言われる。群馬県安妻郡東アガツ城の原町の大オケヤキ、山梨県南アルプス市の三系の大オケヤキと並んで日本三大系ヤキと称されている。他の二本の大オケヤキが老齢化が進んで損傷が激しいのに比較すると、東根の大オケヤキの樹勢は強権である。昭和末期に葉が変色するなど樹勢の衰える兆しがあったため、東根市は 木の周辺に施されていた、透水性コンクリートの舗装を剥がし、雨水の浸透性を高める鉄製の網に取り替える、などの対策を講じた。その会があって、大ケヤキは活力を取り戻し、山形県立林木試験場からも、今後、数百年は、受精ますます盛んとの保障を受けた。東根の大ケヤキは、1980年に、 金沢大学教授の里見信部が発表した日本ケヤ見立て番付で東の横綱に選ばれた。1990年に開催された国際下と緑の博覧会に合わせて企画された新日本名簿百選や1986年に山形新聞社と山形放送が主催したクリーン山形百十計にも選定されている。東根小学校では八や 大敬きのようにたくましい人間に、を、教育方針に掲げ、大敬焼の絵を児童に描かせたり、秋には落ち葉拾いをさせたりして、児童の上層教育に役立てている。大敬焼は、雪の重みで枝が折れないように、ワイヤーロープで指示されており、ワイヤーロープは3年ごとに張り替えられている。2020年12月17日夜、枝の一部が大雪の影響で折れる被害を受けた。 翌日の調査で枝の内部の空洞化が進んでいることが分かり、廊下と着雪が枝が折れた原因と見られている。樹木医は樹勢に影響はないとしている。東根市では断面に薬剤を塗布して防腐処理を施し、山形県と文化庁に報告することにしている。ありがとうございます。